1980年のジャイアンツ投手陣。江川卓、16勝12敗、防御率 2.48。 2年目の江川が最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得しました。西本隆、14勝14敗、2セーブ、防御率 2.59。 佐田岡昌司、9勝8敗、防御率 2.54。香取義孝、4勝3敗3セーブ。隅光雄、1勝5敗11セーブ。古賀正明、6勝5敗2セーブ。堀内恒雄、3勝5敗1セーブ。二浦久雄、3勝4敗1セーブ。この年のジャイアンツは61勝60敗9分けで3位でした。シーズン終了後、長嶋監督は解任されました。